どうもこんにちは、まこちゃんです。今日はですね、パチ屋の店員の質が怪しいですという話をしたいと思います。はい、というわけでですね、今日はパチンコトークでございます。はい、まあテーマにしたいのがですね、パチ屋の店員の質問題でございます。まあ私ですね、もう早パチンコ歴も 18? いやー、もう自分で言ってて引くね。18年かけて金をドブに捨ててきたんだなっていう今思う、もうなんかやばいな、話変わりそうだわ20歳、確かね21ぐらいから始めて、遅いんだけど、うん、普通なんか18からやっぱやるやつ多いじゃない、18高校卒業してすぐみたいな。俺ちょっと遅くだ、本当に興味なくて知人に誘われていて、でもドツボですよ、ドツボ。いや本当にね、パチンコなやってなかったら違う人生あったなって 100% 思いますねそれが幸せだったか幸せじゃないかわからないけども、まあ全然違う人生入ってたと思います。はい、まあ、パチンコにやられてしまった人生ではあるんですけども、まあちょっと別の話になりそうなんで、まあそれはそう、さておき、まあってことで、まあ結局18年間やってる中で、まあいろんな各地ホールに行きましたっていう中で、さらにね、やっぱり時代が結局18年分進化してるわけじゃんっていう中で、店員とかがさ、まあもともとはそれこそ当たり前のようにドル箱があって、それを上げ下げするみたいなところから始まって、俺が打つ前は多分自分でやってたと思うんだけど、そうそう、まあ、少なくとも俺が始めた時代は店員がドル箱上げ下げ大移動とかいうのがあって、まあメダルも以下同分みたいな感じだけど、それこそね、それがパーソナルになり、もう最近ではもうスマパチスマスロですよね。まあスマパチはあれだけども、導入率で言うとちょっとあれですけど、まあ、スマスローの勢いはまあすごいもんですよ。っていう中で、やっぱりそのなんだろうな、店員に求められるものはどんどん楽になってんのかなって思うんだよね。うん。やっぱりそれまでのイメージでパチ屋の店員ってやっぱ重労働のイメージがあったと思うし、まあもちろん今もあるんだけど、でも確実に、年々楽になってってるなって思うよね。パーソナルになり、スマスロー、スマパチになって。スマスパチ、スマスロー完全になったら、もう店員の仕事なんて、ほぼないからね。ほぼなくなんじゃないっていうか、なくなるよね。なくなると思うんで。そういう意味ですごくね、こう、店員っていうか、パチ屋の店員が楽になってるのは間違いないんだけど、それに伴ってね、やっぱ質低くなってないっていうのが、今日提起したいことで、まあ、先日ですね、そこのホールは結構女の店員が多い。あ、それも、そうだね。そういえば、女店員も増えたよね。昔はね、まあ、もちろんいたけど、そんなに今みたいなイメージでいなかったと思うんですよ。結局それってやっぱり重労働だからだと思ってて、やっぱ力がないとできないから、やっぱある程度男がやってて、カウンター業務ぐらいが女の人やるみたいなっていう比率だったと思うけど、最近はもうめっちゃ増えてる感じしてます。うん。っていう中でごめんなさい。で、話戻ると、最近ね、まあ、いつも言ってるホールがあって、そこね、女の店員コロコロ変わるんだよね。ベテラン二人ぐらいはいるんだけど、あともうなんかコロコロ変わるみたいな。で、なんか最近また新しいの入ったなーぐらいに俺は思ってた子がいたんだけど、で、なんか真面目そうな、パッと見ね、真面目そうなさ、パチ屋の店員って結構チャラい感じの子多いと思うけど、真面目な感じだったから、すごく、あ、もうなんか真面目そうな子入ったな、ぐらいに思ってたわけよ。常連。完全な常連だな。常連目線で言うとね。うん。っていう中で、まあ、真面目な子入ったな、と思ってて。で、俺がなんかのタイミングで、ホッパーエラーが出たんだよね。ホッパーエラーじゃない。ごめん。サンドのエラーが出たんだ。うん、サンドの、要はメダルが、多分補充しなくちゃいけないっていうエラーなんだけど、で出たんで店員呼んだらその子が来たわけよ。うん、で俺の中ではもう、まあ、大体どれかどの店員来るか知らんけど、もうパッと見たらわかるわけよね。俺でもわかんだから、あ、これメダル切れだなとかさ、パッと見てわかるから、あ、言わないんだよね、いちいち。前は言ってたのよ。多分3度のメダルがどうたらとか、他のとこだったら他のとこ言うけど、基本的にもう言わない。で大体指さしたりして、店員もすぐ察するみたいな感じだったから、
その時も俺は、まあ、パッと3度のを刺して、ここね、ちょっとお願いしますよ、メダル、みたいな感じで、パッと刺してたら、まあ、その子来て、すかさず、メダルつって。はいみたいな。タメ口いや、マジで。さすがにね、俺も18年、ホール行ってるけどね、タメ口言われたのねえぜって思って。メダルつって。しかもさっきも言った通りさ、なんかさ、真面目そうなさ、なんかしっかりしたそうな子だったのよ。そういう言葉とかはちゃんと出る子だろうなって思ってたから、もうそのギャップでびっくりよね。メダルっつって。で、そのね、まあ補充したわけよね、その子。で、ホースからちゃんとメダルが出るまで見届けるわけじゃん。で、出た瞬間に、出たっつって。友達か俺は出たっつってもうさだもうあーでも多分片言の感じではないんだよね。片言だったらまだ仕方ねえけど、明らかにジャパニーズっぽいし、そのなんだろう、出たっていうのも片言の感じとかじゃないから、メダルっつっていうのもなんだろう、いや今の言い方は片言っぽいけど、明らかに日本人の感じのギャルみたいな感じの喋り方されて、まあ、ちょっとイラッときたっていう。そんな話ですね。はい。いや、まあね、まあでもね、そんな感じでね、今後ね、まあさっきも言った通り、店員の仕事、結局パチ屋の店員の仕事絶対楽になっていくから、やっぱりそう、まあ結局チャンネル使った方が、ユーザーの9割方男なわけだから、やっぱそこも釣れるってところで、なんかチャンネル増えてきて、タメ口増えてきたら嫌だな、とかって思った次第でございます。はい。まあ、大した話じゃないですけど、まあそんな感じで、ちょっとね、久々っていうか、タメ口聞かれたの初めてだな。店員に切れたりしたことは何回かあるけど、その、タメ口きっかけってのはさすがにないな。まあ、切れてないよ。もちろん切れてないけどね、全然切れなかったけど、もう、びっくりしたからね。メダルって言われて。はぁ、あ。まあ、そんな感じで、ちょっとこれからのね、パチ屋の店員の質にもちょっと注目していきたいなと。思いました。はい皆様もね、なんか面白い店員がいる話ありましたら、コメント欄でお知らせいただければと思います。はい、最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録していただけますと、このデビュー喜びますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは。